スティーブ・ハーレーコックニーレベルは1970年代初期から活動するイギリスのロックバンド。ポップミュージックからプログレッシブロックまで幅広い音楽性を持っている。スティーブ・ハーレーはロンドンのニュークロス地区で育ち、ハバーダ・シャース・アスク・ S ・ハチャム・カレッジ、EN ・ハバーダ・シャース・アスク・ S ・ハチャム・カレッジで学んだ。 音楽歴のスタートは1960年代後期で大道芸で自作の曲を演奏していた。その当時の曲の何曲かは後にレコーディングされている。1972年、ハーレーは大道芸で一緒にフォークソングを演奏していたジョン・クロッカーと組んでコックニーレベルを結成した。他のメンバーはオーディションで選ばれたドラマーのスチュワート・エリオット、ベーシストのポール・ジェフリーズ。 キーボーディストのミルトン・ディーム・ジェームズである。ギグを公回やった直後、EMI と契約した。ファーストシングルのロックバラード、悲しみのセバスチャンは、前衛シングルチャートでは振るわなかったものの、ヨーロッパで成功を収めた。1973年にリリースされたデビューアルバム、美しき野獣の群れは絶賛される。ハーレーは、自己拡大と、 音楽ジャーナリズムとの深い溝に苛立つのを何とか切り抜け、その上で音楽そのものは熱狂的に称賛され、多くのファンを得た。しかし、ハーレーがバンドを自分の付属物と考えていることが徐々に明らかになり、セカンドシングル、ジュディ・ティーンがチャートの上位になったにもかかわらず、ハーレーと他のメンバーとの間にはギクシャクした関係が残った。続くアルバム、坂島は、 グループが真の才能を持っていることを知らしめる冒険的、野心的作品で、シングルリリースされたミスターソフトはビッグヒットとなり、1974年のモースとアウトスタンディングニューアクトに選ばれたものの、この頃にはバンド内の問題は頂点に達し、大成功を収めた UK ツアー終了と同時に、スチュワート・エリオットを除くメンバー全員が脱退した。 BBC のトップ・オブ・ザ・ポップスに出演の決まっていたハーレーはスタジオミュージシャンのサポートを得なければならなかった。それ以降、コックニー・レベルというバンドは名ばかりのバンドとなってしまった。良くも悪くもハーレーのソロプロジェクトだった。1974年、ビートルズのレコーディングエンジニア、アラン・パーソンズのプロデュースでサードアルバム、ザ・ベスト・イヤーズ・オブ・アワー・ライブズをリリースした。 シングルリリースされた Make Me Smile は前衛シングルチャート第1位に輝きバンド最高のヒットとなった2002年のテレビインタビューの中でハーレイは歌詞について聞いた感じは楽しいコーラスでわからないだろうが実際は自分を見捨てた昔のメンバーへの報復だったと語っている 1974年以降ハーレイは成功と、裏腹に名声が色あせてくることにもがき苦しんだ。それでも、アラン・パーソンズプロジェクトの、サム・アザー・タイムや1977年のアルバム、アイ・ロボットに、ボーカリストとして参加した。1979年にソロアーティストとして、地味にカムバックし、モータウンにインスパイアされた、フリーダムズ・プリズナーをリリースしたが、 全英チャートトップ40に届かなかった。1980年代はアンドリュー・ロイド・ウェバーのオペラ座の怪人に短い期間出演した。1980年代後半と1990年代は昔のコックニーレベルの曲でツアーを再開した。1988年オリジナルメンバーのベーシストだったポール・ジェフリーズが フンアメリカン航空103便爆破事件の犠牲者として亡くなった。ニーズマとの新婚旅行中だった。ハーレーは、その後、何枚かのソロアルバムを発表した。イエス・ユー・キャン、ポエティック・ジャスティス。2005年のザ・クオリティ・オブ・マーシーで、1970年代以降、初めてスティーブ・ハーレーコックニーレベル名義のアルバムとなった。現在のツアーバンド、 コックニーレベルマーク3の中でオリジナルメンバーはハーレイとドラマーのスチュワート・エリオットのみである。2006年 EMI はスティーブ・ハーレイコックニーレベルとハーレイのソロ作品を収録した3枚組 CD ボックスセットのコンピレーションアルバムをリリースした。2007年7月25日にポーランドのアルシャワで同年7月28日には ロシアのサンクトペテルブルクで公演を行った。どちらもローリングストーンズのオープニングアクトだった。キーボーディストのミルトン・ディーム・ジェームズは何人かのミュージシャンとバナナレベルを設立し、CD トップバナナをリリースした。このアルバムはインターネットで入手することができる。2015年、BBC の人気番組トップギアにおいて、よもやま情報としてスティーブ・ハーレーが スピード違反で1000ポンドという多額の罰金を請求されたと伝え、メイクミースマイルをダウンロードしてみなで助けよう。メイクミースマイル基金だ。都市会社のジェレミー・クラークソン、ジェームズ・メイラーが呼びかけたのに対し、視聴者が高欧し、iTunes でトップ30、Amazon、UK ではトップ15に、前衛チャートでは72位に入るヒットとなった。 ハーレーは初演のファントム役に決まり、タイトル曲のプロモーションシングルをレコーディングし、イメージビデオも作られたが、リハーサル終了時にマイケル・クロフォードと交代させられた。ハーレーは後に、クロフォードより自分がいい仕事をしただろうと述べた。EN、スティーブ・ハーレーより、 ハット https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ s t e v h a r l e y c r スラッシュステータススラッシュ 55964997758120752FSRC イコール TWSRC% パーセントのエットフはハットトップギアプロゼンターズギブポップクラシックニューリーズオブライフツーヘルプスティーブハーレーペースピーディングファインデイリーミラー 15時58分26や2015ありがとうございます。